こんにちは野球グチャンネルの時間です。編集長の武田浩二です。えー、今日はいつもの編着さんの仮にもう一人の第三のとこ編集部の、えー、山本さんをちょっと一緒に今日は語ってみたいと思いますのでよろしくお願いします。はい山本です。よろしくお願いします。どうもどうも。はい、はいえー。今日はですね。はいえー、どうですか、えー。今日はですね。えっとまあせっかく編集長。 いらっしゃるので野球雲のもう一度。はい。の10号をですね、ねちょっと振り返ってみたいなと思うんですね。はい、で、今画面に出てると思うんですけど、はい、10号、松竹ロビンスを、まあ、特集されたと、はい、いうことだと思うんですけども、やっぱこれのなんかこうここ、この企画に決まった経緯とか、まあ、あと、いろいろ取材をされてると思うんで、その、うん、まあ取材の内容とかをね、 ちょっとあの当時のことを思い出してもらいながら語ってもらいたいなとまあ野球部も、まあね、10冊出せってやんだけど、はい、今のところこれが最終になってるんですけどそうです、ね、まあね思い入れはちょっとね、まあ、そ他のもすごくあるんだけど、うん、特にこの松竹ロビンスまでの特集の流れっていうのは、まあ、なかなかね自分の中でも。 縁って不思議なもんだなーっていうのは、かなり感じたんですよ。おお、やっぱストーリーがあるわけですか。うん、うん、でね、あのー、もともと、まあ、あの七号で高橋ユニオンズをやって。はい。あ、ごめんなさい。六号で高橋ユニオンズをやって。八、はい、号で毎日オリオンズをやったんで。で、まあ、比較的野球部の中でも評判が良かったんですよ。<ー>消えた球団っていうのが。ああ、なるほどね。 でなかなかまあユニオンズはね結構あの長谷川昌司さんの本とかで知られてたんですけど毎日、はい、オリオンズの場合は、まあ、本当に、あのー、偶然、うん、えっと吉沢焼博物館っていうのが過去に、はい、あの今船橋市の方に譲渡されてますけどうん、うん、そこのねさよなら式典みたいので。 偶然、うん、その役員の方だった毎日新聞社の方とお会いして、うんうん、それで毎日オリオンズをやったんですよ。で、まあ、その流れでですね、その堤さんって、夜景雲に書いていただいてるんですけど、はい、その毎日新聞社の,あの元記者の方が、うんうん、武田さん、ほかに何か興味あるのないのって言われたんで、うん、まあその間、国鉄スワローズとかいろいろやったんですけど、うんうん んなんかね、あのー、この前ちょっと読んだ田村駒次郎さんの伝記を読んで、ちょっと良かったですねって言ったら、じゃあ紹介しようかって言われたのね、へ<ー>え、え何のことって感じじゃないですか。<laughs> はいはい、そしたら、あのー、その松竹のオーナーの息子さんがまだご健在だから、はいはい、会うって言うから、え、会うってどういうことみたいになるわけですよ。はい であのー、野球殿堂博物館でちょっと会おうよっていうことになって、うん、2017年のね夏にねあのお会いできることになったんですよ。<ー>でその時にですねいろんな資料を見せたいからっていうことで当時の、うん、まあ資料って言ってもどんなのか全然見当つかないんですけど写真とかあるよって言われたんで。うんうん じゃあうちカメラマンを連れて行きますということでうん、うん、前の編集長の村井さんと僕とではい、はい、3人で行ったんですよ。うん、でそこがあの野球殿堂博物館の応接室でねはい、はい、お会いした時に、まあ、あの今回あの「ロビンス」の特集でもあのお写真が載,せ載ってるんですが、はいえー、3代目田村駒次郎なんですよ。えどういうことって思わないうん ううこ,とでうこの方ですかね。でね、昭和6年生まれだから、1931年生まれです。うん。だからもう90近いんです。今は、この時86ぐらいだったんですけど。うん、3代目でももうその年齢なんですね。そう。うん、で、この、なぜ3代目っていうと、その田村駒次郎っていう名前を引き継ぐわけですよ。ああ。 でね、戦前は引き継げるんですよ、うん、軽く。はい、だから戦後戸籍法が変わったから<ー>名前を変えるって大変じゃないですか。ななるほどなるほほど、だから元々持ってた名前はあ,るんであったんですけどうん、うん、それを戦後田村駒次郎に変えるっていう話から始まってですね。はあ<ー>。でもともとその田村駒っていうのが、まあ、関西の方の大きな。 繊維のの会社だったのね、今もあるんだけどはい、はい、東京だと馬黒町とかにも支社があると思うんですけど<ー>でここにあのー、写真の右側のページのね、えー、6ページの体の大きい方が2代目の田村駒さんでうん、うん、この方が松竹ロービンスのオーナーだーんですでまあその田村、2代目の田村駒さんのあのー、電気とか読んで、まあ、ずいぶんこうワンマンでねうん、うん 面白いなと思ってた特にご紹介されたんで、はいはい、これも縁だなと思って、うん、ロビンスの特集をやろうと決めたんですああ、そっか、じゃあそ,そのときには、その特集をやろうと思って、会ってるわけじゃないってことですもんね。そう、結局はインタビューできて、じゃあ野球部のインタビューの方に紹介しようかなっていう感じだったんですよ。そしたらですね、電動博物館に行って、 まあびっくりしたのがその田村駒さんが持っていた資料っていうのが電動博物館に譲渡されてたんですよ。うん、はいはいはい。でそれを出していただいたのね。うんうん、それがね、ぶっといアルバム写真が500枚ぐらいあったかな。うん、おおすごい量ですね。で、うん、それをね、えー、撮らせていただきました。うん、で、まあね、もう。 僕みたいに古い野球が好きな人間かさよだれが出る写真なんですよ。<laughs> なるほどで実はあの、まあ、特集にもあるけど、うん、松竹ロビンスっていうのはセ・リーグで第1回の優勝チームなのね。はははいはい、はい。だから皆さんあの、まあ、野球号も読んでる方は、うん、読まれてるあの読者の方はわかると思うんですがうん、うん、ちょっと。 わからないと松竹ロビンスって何のこと僕も子供の時松竹ロビンスってどこのチームとかわか,かんないですね。松竹っていったらやっぱ映画会社じゃないですか。うん、で、やっぱりその映画会社なんですよね、松竹。はい,はい。ちょっと当時の背景とかがだんだんわからないと、うん、なぜ松竹ロビンスが今,今はもう流れ流れて DNA になってるんだけどその消えた球団の そののストーリーリっていうのがまあ複雑複雑雑なんですよまあそうですよねいろんな球団にこう渡り歩いてっていうか、うん、ねオーナーがそう、うん、それでねじゃあ実はじゃあ松竹ローベンスってじゃあもともとはどこなんだと思ったら、うん、大東京っていうチームが、うん、その昭和11年に、えー、プロ野球ができた時の、うん オリジナルメンバーうん、うん、だ巨人とか阪神とかとねある意味由緒ある球団なんですようん、うん、でそのオーナーさんですから息子だから、うん、まあどんな話が聞けるかっていうのでまあ異常に、まあ、だんだん楽しみになってきたうん、うん、もうね実はねもう本当にすごい話だったのね。 本当にすごい話。それはね、うん、ちょっと後半に話しましょうか。<laughs> <laughs> ちょっとね、やっぱりこう、ね、徐々に徐々にちょっと出していきたい、まあ、とか。そうだね。でね、まあ一応、その、うん、まあインタビューをした時に、話を伺ってるうちに、伝説の選手の話が出てくるわけですよ。はいはいはい。例えば、大東京っていうと、うん、あの、 中立ドラゴンズの監督もやった坪内さんっていう、日本で最初に1000日合と1000本安打打った選手がいるんですけど、はい、その方が大東京にいて、うん、でその後、まあそんなに皆さん知らない人なんですけど、あと途中で川上哲治と首位打者争いした紀藤和夫とかね、うんうん、あとまあせんあの日本記録で541人を投げた林康男ってい、ねまあ、うしたね、はい でその方のまあ写真とかが、うん、まあうじゃうじゃもう初めて見る、うん、こんなのベーマガにも載ってないそれがねもうリアルなんですよなるほど綺麗ででそこから自分が、うん、その写真を見たりしてる時に、うん、あまりにも鼻血が出そうに興奮してるんで <laughs> 田村さんの方が逆に喜んでくれたああまあそうでしょうね うん、なかなかそ,なそ, <laughs> そこまで興奮する人はいないです、ね。むしろ武田さんの表情を見てる方が僕は楽しいって言われたのでーーー、おおああいやおおへえなんて言ってたんだよ、ねうん。通じる通じるみたいなね。<laughs> いやーでその田村さんは三代目の田村くまさんは、うん、そういう選手と話したり遊んだりしてるわけです。そうですね。子供の時から。うんうんうん。 で特にその紀藤さんとか林さんとはか愛がらったとか、うん、あと松、えー、竹でも39勝で最多勝を取った、えー、真田投手とかねそういう人の話とかこういう生活でいやそのあとオーナーっていうのは当時どういう活動をしてたかとかそのある意味ね今のプロ野球とか、まあ、プロの。 そういうスポーツっていうのは企業が絶対やらなきゃいけないじゃないですか。はい,はいはいはい。で、これ、田村駒という会社が一応オーナーなんですけど、うん、実質、このオーナーの、うん、なんていうかな、私有財産みたいな感じうんまあね、こう家族系というか。そう。うん、で、戦前ですから、うん、選手を大きな当時のお屋敷のスペースに。はいはい あのー、合宿場を作って、まあ、こ写真でねプールの前す、ね、はい、はい、これ,あります、ね、これそのね大きなもんね甲子園球場より大きい敷地なんで <laughs> なるほどで甲子園球場から歩いてね15分ぐらいのところに、えー、大東京とか、まあ、朝日郡、まあ、その後朝日郡になってるんだけど、うん、合宿場田村駒さんの合宿場があって、うん、それがねもともとシェパード犬の、うん。 うん、飼ってた <laughs>、うん、あの犬小屋だったらしいんでね。<laughs> で今で言うと、うん、犬小屋って言ったらあれかもしれないんだけど、うん、当時シェパードって軍用犬で一番使われてたんで、はいはい、その価値が高いからエアコンがついてた部屋らしいあなるほど、ね、普通の犬小屋を想像しちゃたりとか僕も最初犬小屋って聞いてびっくりしたんだけど。<laughs> <laughs> で結局そのシェパードは軍用犬として日本軍に取られていったらしいん,だよねんでね。1匹が1頭っていうのかな、1000円とか2000円って当時家より高かった、うんうん。あなるほど、まあ。そういうのを飼ってたっていうことはやっぱりすごいお屋敷なわけです。で、そこにその人たちの面倒を夫婦でやってた。なんか高校野球でね そういう話聞きますけど。結局ね、戦前のプロ野球って、やっぱりイメージを変えないと、ちょっとね、うん、分かんなかったああ、ちょっと今の感覚の、今のプロ野球の感覚で見てると、ちょっとずれちゃう。違う。うん、そう、だから、その選手を、えー、と親御さんから預かって、<laughs> プロの選手として育てて食っていけるようにするっていうのがオーナーの役割みたいな感じなああ、なるほどね。うん。まあでも多分、その昔のあれですよね、会社、 もう同じようその通り、その通り、うん、デッチ暴行に近いんで、だから給料は渡すけど、うん、だけどやっぱりね、あのー、当時はまだ職業野球って、すごく虐げられた職業なんて決してすごい、沢村さんとかね、あのくらい、ベーブ・ルースと戦ったっていうのは別だけど、うんうん、巨人とか阪神とかじゃない、うん、まあ、防流と言われてるチームとしては、決して高い給料じゃないのね。 なるほどだから戦車集めも例えば戦前は巨人と阪神しか優勝してないんですよ。うん。他のチームはいくら頑張ってもやっぱ巨人と阪神の、うん、その資金力に負けてるしそういう意味ではやっぱりそのだんだん調べてるうちにその松竹ロービンスの戦前は大東京朝日軍ってなってるんだけど、うん、もうねなんか野球部も 近いなみたいな。<laughs> 親近感を。そう、もうなんかね、うんこう、単に歴史の一部というよりも、はい、ああ、分かる分かる、そんなところああ、なるほどね。うんうん、だから余計ね、その選手たちや監督の個性っていうに対して、うん、すごくね、惹かれていくところがあったんです。うそうするとね、特集に力が入ってくるわけです。なるほど。まあ、しかもね、その3代目から直接お話を聞いて、 それがだからある意味本に書かれたものとかいろいろと違うところがあると。うん、でじゃあ果たしてそれが本当かどうかっていうのはまだ僕らも調べるとかなかったんだけど、うん、やっぱりその当事者から聞くと、うん、確かに個性的なオーナーでわがままだったところもあったけどうん、うん、基本的には夫婦揃って野球を愛してたっていうんですよ。うん なんかね、そういういところに僕は惹かかれるるわけですよなるほど,なるほどだから今のプロ野球のオーナーの中で、うん、野球が大好きでプロ野球の社長やオーナーになってるかっていうと親会社から言われてきましたとかねそういう話を聞いたりすると、うん、やっぱり寂しいじゃないですか。だけど少なくとも戦前のそういうプロ野球を持ってたっていうのは、うん、非常にそのステータスでもあったし。うんうん やっぱり野球を愛してたっていうのよくわかる。もともと田村駒さんはその1920年代ぐらいにアメリカに勉強しに行って、メジャーを見てるわけですよ当時。うんうん、ベイブルースとか大正時代なんで、やっぱりそのちょうどメジャーがぐわーっとこうベイブルースが出てきて、プロ野球としてのなんていうんだろうなステータスが出てきたところを見て、オーナーの そのアメリカの対するそのステータスっていうのを見てるから、うん、プロ野球を持つってことは夢だったみたいな。それをやっぱり手に入れたっていうことはやっぱりすごく大事にしてたと思うしだからこれその田村駒さんっていうのはあの巨人とか阪神の,その幹部に比べると、うん、どっちかっていうとね狂言回しみたいな感じで語られるんだけど。うん、だけど結局 そのキーパーソンとして実は動いてるんだよね。うんうん、だ戦後も、あのー、あの東京の方とかも燃えなかったらしいんで空襲でだからきっかけっていうのはあのー、田村駒さんの家とか、うん、あとここにも出てくる小西徳郎っていう監督がいるんだけど松、うん、竹の優勝の時だったし大東京でも監督をやってるんだけどうん、うん、その方がねまた たね、もう今だともうコンプライアンス違反だらけです <laughs> まあいろいろありそうですねだってアヘンの、うん、アヘンのね密輸してた人だよおお<ー>それがね監督やって野球殿堂に入ってるんだよはあ<ー>ねそう思うとなんか僕らこの取材をしてると寛容な人間になっていくわけです、うん、あまたあな,なるほどアヘンねみたいな感じになってるアヘンだったり <laughs> あと桶屋の まああのー、沖野のまあマネージャーやってたり、はいはいはい、そういうある意味本当に今だったらもう絶対うんもう出演自粛ですよ。はいはいはい。うんそんな人が <laughs>、うん、あのプロ野球の底辺を支えてたっていうるとなるほどね。ねだからこうなんだろう本当寛容になりますよ。<laughs> やっぱり割 <laughs> り言えないけど。うん、野球部もの雑誌のね。 ポジションでやっぱそれを拾えるっていうのがあって、普通のね、こうマスメディアの語る、やっぱ野球の歴史っていうと、やっぱ巨人、阪神ってなって、それに付随する他のチームってなると思うんですけど、そうなるとやっぱり、まあ先ほど言ったような狂言回しのこう、キャラクターを、役を回されちゃいますよね。だけど、野球雲はあのそっち側を掘っていくということで、本当の姿が見えてくるみたいな。 まあ,あのそう野球雲ってもうどんなに頑張ったって、うん、あのセンター行けないものなんで、うん、だから例えば野球で言うとあの4番ピッチャーとか4番サードを目指さなくていいんですよ。9番レフトとか、うん、とりあえずレギュラーになるためにどういう自分たちはやんなきゃいけないかっていうつもりは最初はなかったけど、うん、やってるうちにやっぱり消えた歴史とか。うん 自分たちが出会った野球の歴史ってのあるわけですよ。創刊号からね、やっぱ結構つながりってあるんですよ。うんうん、不思議なことだけど。うん、例えば創刊号だとあの、今度ちょっと野球部の取り上げは黒沢と、黒沢という背番号を読んで、巨人の永久欠番の中に人がいるんですけど、はい、その人は戦後すぐに腸チフスで亡くなってるんですよ。 阪神の渡辺投手っていうのの親戚の方と出会ったりとか、相関号では。で、その取材をした翌年に亡くなられたりね。で、2号では、江藤慎一さんっていう中日の4番バッターで、その後、ロッテでも首位打者とって、初のセ・パ両リーグの首位打者になった選手がいるんですけど、その方をおじさんに持つ方とかね。 野球部もやってて一番楽しいというか、うん、正直言ってお金にはならないんだけど、うん、大変だけど、うん、その出会い,出会いから、うん、野球の歴史の違うところから見れるっていうのが、うん、野球部ものある意味個性だと思ってなるほどねそうですねでやっぱり、うん、だからねあのー、今ちょっとこう、ね、オンラインで発信をし続けてますけどもね、あのーえー、これからもやっぱり そういう部分をあの取り上げていくというのが、やっぱり野球雲にしかできないことだと思うんでねまあ謙虚にね、うん、やっていきたいと思うし、あのー、なんていうんだろう、あとはやっぱりこういう野球を楽しみたいという人のね、フォーラムというか。そうですね 集まれるう、ねうん、いそうですね、やっぱりでもこうメルマガだったりとか、YouTube のコメント欄見ていてもね、あの刺さる人にはめちゃくちゃ刺さるみたいですね、やっぱり <laughs>。もうね、やっぱりね、100人に好かれようともっても無理だもんね。100人の中で2人ぐらいいいねって言ってくれるような人のためにやらないと、野球雲は続かないと思う。うん、そうですね,、うん、ですねだからやっぱり、うんあのー まあこれからもね、ちょっとこうそういうニッチなところをどんどん出していきたいですし、まあ、しれっとこう今、あのー、紙面を出してますけども、これね、109組の10号で、はい、これはもうまだアマゾンでも買えるんですかね、まだ買えますね。買えますよね。はいええ、なんで、まあ、今ちょっとこう、目次を出してますけども、あのーまあ、これがいかにこう、ね、その100人中2人に刺さるラインナップになってるかっていうのが、あのー、見てわかると思うんですけど。 15はやっぱり松竹ロビンスっていう特,注特集で、まあ、初めてということで、うん、まあちょっと今、触りだけね、本、あ、当、のー、触りだね。本当触りですよ、多分ね、<laughs> もう編集長の、あのー、口からどんどん、どんどん固有名も出てくるし、どんどんつながっていくんで、多分これ、喋 <laughs> り続けたら、ね、何時間、何十時間かかると思うんですけども。<laughs> もうあのね、あの講座が作れる、松竹ロビンスよ、講座もし、ね、声があれば 講座作っちゃいいましやりたいですね本当にね、あのー、いろいろとここまたいろんな縁で違うあの消滅球団のね、うん、知り合いというか、そういう資料もいただいたりすよね、もう語ろうと思えばもう無限に語れるこの野球の歴史の、えーね、野球部の雑誌ですけども、まあ、ちょっと今、本当、触りの部分だけで、ちょっとこれねあの、最初言いかけた、あの 取材のかなり細かい話を、うん、もうちょっとお話ししてもいいかなと思うんですけど、はい、それに関してはですね、ちょっと後半にということで、はい、で後半はね、ちょっとあのー、今、我々野球部も無料メルマガ会員というのをやってまして、そこを登録していただくとね、その無料のメールの、メルマガがこうどんどん届いて、まあ、そういうちょっとマニアックな、えー、野球の話が 読めるんですまあちょっとあのー、皆さんにはひと手間かかるけど、うん、やっぱりあのー、ちょっとかなりマニアックなんで、うん、あのハードルを一個つけないと確かに気軽に聞いちゃってなんだクズだななんて思っちゃう <laughs> ちょっと嫌なんでね。<laughs> <laughs> ね、ちょっと、まあ、メールアド登録するだけなんで、別に名前とかも、はい、でニックネームで大丈夫なんで、はいうん、ちょっとワンハードル <laughs> もうけさせてもらって、ちょっとだけ、ちょっとだけね。そうそう,そうなんで、はい、まあ、それやってもらったら、ちょっと後半はね、そっちの方で、あの、限定公開という形で、そうですね、あの、ちょっと。 出そうかなと。まあちょっと、一応ね、こう、フルアクセスできない状態にして、ちょっと、あの、十分語ってもらうっていうのを、編集長にやってもらおうかなと思うので、ちょっと。これでも、なんか何気なくハードルを上げてますけどね、そうですね。まあなんで、ちょっとそういう形を、ちょっと今回初めてやってみようかなと。やってみますはい。という形で。じゃあ、前半はこういう、そうですね。はい。なんで、ぜひ。 あのーはい、概要欄にあのー、メルマガ登録をできるようになってしますので、はい、そうですね。ぜひぜひお願いしたいと思います、えー。参加していただければと思います。はい。でまああとはチャンネル登録ですよね。もねおかげさまで200名を超えまして。そうですね。はい。びっくりですよね。そういう100人中2人の方が200人集まってるわけですから今も。<laughs> じゃあまだあと10万人ぐらいいきそうですよね。そう、もう目標はね、<laughs> それぐらいを目指して, <laughs> て。でもやっぱりね、こう、野球の国ですから、うん、それぐらいいるんじゃないですか <laughs> いやね、あの、今回のコロナ騒ぎでも、うん、逆に古い野球のことを思い出させるんだよね。ああ、確かにね。だから120試合制っていうのも、の今回なったけど、うん、120試合っていうあのシーズンも、 過去にあったわけ前回、前々回ぐらいの YouTube でも話しましたよね。うん、そうですねうん、うん、そう思うと、やっぱり歴史を知ると今の楽しみ方もすごく幅広くできるようになるので、ね、おも、ねうんうん、いですよ、本当<ひ>。んうん、まあそういう話を、ね、あの今後もやっていきますし、はい、無料メルマガでもさらに濃い話をしていきたいと思ってますので、はい、どうぞよろししくお願いいたします、うん、僕もちょっとこれから時々登場するかもしれません。はい、はい、大変ですけど。はい、ということで、じゃあ,あのまた。 えー、皆さんとお会いするのを楽しみにしておりますはい、ありがとうございましたありがとうございました